インズ前田健太、こっそりとんでもない無双をする。ツインズ前田健太投手が7回3安打2失点1四球9奪三振と好投し、6月23日以来となる今季2勝目を挙げた。立ち上がりの初回は、3者連続三振と好調なスタート。2回は先頭を歩かせたものの、ワンアウト後、併殺で切り抜け、3回も3者凡退に仕留めた。4点リードの4回は味方の失策後にツーランを浴びたが、後続はきっちりと抑えた。5回は先頭に安打を許したものの、後続を併殺に仕留めて無失点。6回、7回は三者凡退と危なげない投球だった。負傷者リストから外れた6月23日を含め、これが復帰3試合目だった前田。ロッコ・バルデリ監督は我々はこれまで前田の登板を数多く見てきたが、今日のは言ってみれば、非常に優れたバージョンの健太だと、前田の躍動を喜んだ。バルデリ監督はさらにそういう健太がどういうものか、我々には分かっている。彼が打者を仕留めていく様子は、下界のように精密と言っていいくらいだと、復活の2勝目を挙げた前田を独特の表現で称えた。6回終了時79、7回投げ終えても87球とはものすごい。シーズン頭から思うほどの球が投げられてない様子で連敗したが、球速は出てない割に球質が重くなったように見えた。リハビリの間にまた体も大きくなったし、それがいよいよ発揮されてきたのなら本当に嬉しい。メディアも中継も、もっと前田を取り上げてほしい。ツインズはア・リーグ中地区首位とはいえ、ガーディアンズがゲーム最中で追ってきてるからね。ケンタの復帰は心強いと思う。おめでとうございます。手術後の状態が心配でしたが、良くなっているようで安心しました。これからも気迫のピッチングを見せてください。前ケン、よかったね。おめでとうございます。体のこともあるので、無理だけはしないでほしい。前ケンよくやった、素晴らしい。ずっと応援しています。弱いチーム相手だからまだまだ進化は次の登板だろうな。復帰後2勝はおめでとう。これからだよ、我らが前ケン。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。